行こうと頑張ろうと思ってますのでくっ,くっつき作戦でよろしくお願いしますという,うても結構差がね開いちゃったんですよこれをこれをまた縮めるのがね大変なんですけどもよろしくお願いします一緒に頑張りましょうあと2日あと2日よろしくお願いしますけいせてさんお菓子ありがとうこんばんはなっちゃん だるまさんありがとうきよぽんさんお菓子ありがとうこいつさんハートありがとうなっちゃんペンライトありがとう写真集見てみたいです嬉しいそう言ってもらえて私も写真集出したいので頑張りましょう頑張りましょう私も出したい3位内入って終わりましょう絶対 ケースティンさんお菓子ありがとうカプレさんお菓子ありがとうシみコーさんお菓子ありがとう加藤さんハートありがとう瀬戸次郎さんお菓子ありがとうケイジさんお菓子ありがとうこんばんは最終枠は行列行そうね行列とカラオケにしようかなじゃあ。 ジョン・ドさんお菓子ありがとう上乗せば甘えさせないように油断させ作戦うんかな合ってるのかなそれでそれで合ってるのかなそうかもじゃあそうそう,そう油断させる作戦かなシロタンさんハートありがとう今マウムキさんハートありがとうファンの希望威力によって先術と変わるもんねまずはもうちょっと追いつこうですねまずはもうちょっと追いつくことが本当に大重要 なんですけど多分8時からまた配信が今日の配信が終わると思うので9時からが勝負ですね勝負どころ毎,毎日そうじゃけどやっぱり夜の時間自分は配信できるっていうのが強みでもあるので夜の次の今日の3枠目4枠目で今まで以上にもっとポイント差を縮めて次の日の朝迎えれたらとてもとてもベストだなと思います。 朝に結局巻き返されちゃうのでまた夜の間にあともうふた2時間かあ,あ嘘いや2時間か残り2時間この配信終わった後の残り2時間でで次は、はい、カラオケ配信をしようと思っております恒例のカラオケ配信 かまちゃん、お菓子、ありがとう。すべて10連投げ取るよ。ありがとうございます。10連で、よろしくお願いします。ギフト、ポイントが倍になるし、レインボースターは10連でね、3倍ポイントになるので、よろしくお願いします。かまちゃん、レインボースター、ありがとう。ぷさん、お菓子、ありがとう。ありがとうございます。ディオさん、大好き。ありがとう。キよポンさん、お菓子、ありがとう。お仕事頑張ってね、みなさん。ありがとうね、合間に来てくれて。ミみみさん、お菓子、ありがとう。 こさんお菓子ありがとう。や山とさんハートありがとう。うじさんハートありがとう。熊高さんお菓子ありがとう。こんばんは。ユージさんハート3連ありがとう。ありがとうバリバリ音符だけるよ。ありがとう。嬉しい。 そうね十連で投げてくださったらそうポイントが高くなるのでよろしくお願いしますヘルヤスミさんおかしいありがとうあのやつ好きだったか <laughs> くるくる質問のやつあの時一緒にいたから送っちゃったしかもめっちゃ一番乗りくるくるの質問 イココララブささんんの,の曲って,ってえ歌うイコラブさん声かな好きですねイコラブさんの曲ま谷パパさんお菓子ありがとうありがとう今日もねレッスンでしたゴンちゃんお菓子ありがとう僕隊のレッスン質問コーナーねえっ 見見たたいいですか質質問コーナー <laughs> 例えば質問ココーーーーナナーミッションがまだあミッション午後ミッションができるのでこの時間まだ午後ミッションされてない方はあのこんな雷マークのところをポチッとしてミッション達成よろししくお願いしますめっちゃ簡単にできるのでミッション達成して「きら星100と」えっと無料でもらえるゴールド70をぜひねギフトで投げてくださったらとてもとても嬉しいです。 りみさんハートありがとうえかわくて真面目で一生懸命ところが好き嬉しい <laughs> 普通に嬉しいやつそれ普段の木体と違うの普段の木体といやまあ一緒ちょっとあの変えてるところがあるってとこじゃ一緒じゃあ一緒だけど。 普段の普段ってかまぁ、あ、ちょっと東京バージョン東京バージョンがなってるところがあるかなっていうに合わせだけしときますでもねメンバーがあのね初メンツなんですよ今回初メンバーだからさ今までの僕隊のメンバーとは違うメンバーでやるのが結構なんか醍醐味というか東京公演のなんか多分 いつもとは違うまた違う僕隊が見れると思うからちょっと楽しいそこ楽しみにしとってほしいなと思いますねあの新しいメンバーでの熊高さんおかしいありがとうキャロトさん結婚してありがとうこんばんはどうかってどいつから何時からどんでみます えまだね分からんのよねそうど公式で出るんかなサプライズみたいな感じにもなるんか公式で時間が出るんかもちょっと分からなくってちょっと公式さんからの情報待ちですね何時 A に私たちがどんレミ行くのかはまムネさんハートありがとうゆうじさんハートありがとうありがとうございますマジで、ね、嬉しい ありがとうミミさんおかしいありがとう東京の自己紹介天使かバースかけ風どっちかや <laughs> えバースかけ風は関西しかせないから <laughs> 関西限定だからバースかけ風はで天使はあの昨日の天使の配信でチョコって言ったんですけどちょイベント公約に イベント公約で三位以内に入れたらあの東京公演の自己紹介転身するって話は昨日 <laughs> しました三位公約さしすせそさんハートありがとうマッチさんお菓子ありがとうたくあんさんお菓子ありがとうしみこうさんお菓子ありがとう,うでもねなんかメンバーもいつもと違うからさ あのいつもと違う配信に配信っていうかだからそれをね配信っていう形でもっとね会場に来れなかった方とか会場に足運べない方にもあの見,に見れるように配信があったらよかったなーっていうのがあれですね。 東京公演配信あったらより嬉しかった見てほしかったですいろんな人に <laughs> うち広島じゃんけんまてとかかんやね <laughs> うち広島じゃんけん <laughs> ここがポイント、まあ、なんか手で手でボンボンするところがポイントです手でボンボンするところ 私口がなくなっちゃったそう配信ないんよねトレードの出品が少ないなかなかえっそうなんじゃええー、当たってほしい来てほしいなそう会場でしかね見れないからコジさんハートありがとうこんばんは コウさんハートたくさんありがとうございますキヨポンさんお菓子ありがとうありがとうミヨンさんお菓子ありがとうありがとうございますこんばんはあとでも何より速感速感したのが嬉しかったですね僕たいは 東京公園まあでもキャパがねそんなに大きくないっていうのもねあると思うんですけど今回キャパ自体めちゃめちゃ大きいわけじゃないリオさん猫、ね、ちゃんありがとうこんばんは速感速感もうしかったよかった 関東見に行きたいと思ってくださる方がたくさんいるみたいで初めてだしね関東行くの僕隊鍵さんお菓子ありがとうもっと広くても完売したと思うかなぁまあねじゃあ次はめっちゃ頑張って僕隊東京でめっちゃ頑張ってまた東京もっと広いところでやろうってなれるぐらい頑張ってきます東京 僕京東京キヨポンさんお菓子ありがとうジミコンさんお菓子ありがとうはるかちゃんハートありがとうこんばんは次は東京ドームいや飛び跳ねすぎ飛び跳ねすぎ東京ドームやばいキヨポンさんお菓子ありがとう行きたいねでも夢ですよ みんなでドーム STU48 でドームに立つの夢ですめっちゃ大きいけど叶えたいですよね頑張って頑張って自分が在籍してる時にみんなで頑張って叶えたいですよ東京ドームそんぐらい夢を大きく持って活動したいですみんなででもなかなかね 簡単じゃない道のりだけど叶えたいよね景色見てみたいもん東京ドームの景色福別もあるから毎週東京だねねえ本当にね福別そうだね毎週東京だね先週も東京行ったけんえ結構行ってるかも行くかもこのここ最近東京行く機会多い 特別の,得点回、ね、復別のまだ分かんないのよどんなことするんか特別の特典会でも前回の「副別」がなんか全員で写真撮るみたいなやつだったらしくて今回もそれなのかなって予想してる方がいる感じだよね私も分からないんですよね副別の時は特典会どんな感じなのか 国立競技場目指そうえ目指したいそんな大きな大きな舞台を目指したいですカギさんだるまさんありがとうね頑張りますみんなでおかえりこんばんは広島忘れないで <laughs> 忘れないよ私広島が一番好きだもん広島一番大好き昔は 東京にすごい憧れがあって私学生中学の時この芸能界入りたいと思って思って頑張ってる時は東京にめっちゃ憧れがあって東京に住みたいって思ってて上京したいってめっちゃ思ってたんですけど ST48 入って地元で活動してでお仕事とかで東京行ったりするじゃんよいなっていややっぱ広島が一番や。 <laughs> 今はだから東京に上京したいなはあんまりないですね広島が好き広島が好きな思いがうん昔の方があった東京への憧れがに日んさんハートありがとうあ抽選なんだ特典会そうなんだねおしと集合写真ね抽選なんだ 安井さんお菓子ありがとう広島ダースさんお菓子ありがとう水曜魂さんお菓子ありがとう地元愛ね愛愛ありまくり恋にいつでもいける環境になりたい広島住みたいえ来てほしいめっちゃね住みやすいと思うよ広島ご飯もおいしいしなんか いい感じに都会だと思ってる私広島って広島、まあ、市内の方は住みやすいと思いますよ緑もしっかりありつつもでも便利も聞くと思うし地元大好きです自分茶太郎さんハート3年ありがとう広島が好きファンが好きってことはよろしいか <laughs> うんよろしいです 私もファンも同じぐらい好きあじゃあ,じゃあ壇上を読みたいと思いますあ間違えたえどうやって読むのこれか13位熊高さんありがとう12位プータさんありがとう11位うじさんありがとう10位さん、十7さんありがとう9位みんみんさんありがとう8位きよぽんさんありがとう 7位、チョコミントさん。ありがとう。6位、プーさん。ありがとう。5位、ゆずきちさん。ありがとう。4位、しょうじさん。ありがとう。3位、しみこうさん。ありがとう。2位、かまちゃん。ありがとう。そして1位はドゥルド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 ルルバン。りおさん。ありがとう。ありがとうございました。じゃあ次は 9時からです。1時間後の9時からカラオケ配信をします。カラオケするね。カラオケします。ちょっとかわいい格好で。ありがとうございました。9時から会いに来てください。で、9時からがもう夜、夜時間で、アズミンのパーティータイムになるので <laughs>、しっかり点差を縮めていきましょう。9時からの時間、2枠で、9時からと11時からの2枠で、 アズミンパーーティータイムしましまょう点差縮めて最終幕はチャイナでみんな大好きなやりますか結婚行列 <laughs> やろうかなと思ってますのでじゃあまたありがとうございました